ではで早速、今回の、まあ、初パッケージ化となったジアフターなんですけれども、一つ一つ紐解いていこうと思います。はい、はい、どんなストーリーなんですかね。アフターイヤーズ。アフターイヤーズ、はい、そうですね、アフターイヤーズ、もともとはですね、DS 版の方が出た時に、はい、モバイルで、毎月新シナリオをリリースするという形で、ファイナルファンタジー4の十数年後のお話、セシルと、ローザという FF4 のオリジナルの、主人公とヒロインの息子のセオドアが、まあ、旅立ってというお話です。子供が、あの二人に子供が、そうか、 FF4 でフューチャーされてた二人の子供のお話。そうです。何それ、なんかちょっと現実的なお話。現実的なんですか。なんかちょっとなんかほら違うかな。でもそのなんかそのキャラクターとかがすごい気になるので、キャラクターとかも見せていただけるんですかね。あ、いいですよ。はい、じゃあちょっとキャラクターを追っていきたいと思います、うん。はい、じゃあ、まず最初に、そのこれ彼が、セオドアといって、セシルとローザの息子でバルン国の王子ですね。王子さんです。王子結構でかいですね。何回くらいですか。もうね、私ね、あの今のセシルがいくつかが気になってたまらないんですよ。年齢はですね、あんまりこう明言はしてないんですね。なぜならその、まあ、あんまりカチッと設定してしまうと、当時って昔こうイメージでこう保管をしてたので、そんであんまりこう細かく設定をしたくないなというのが僕らの中でありまして、まあ大体剣を修行をして旅立つ年齢ぐらいかな、ちょっと大人の仲間入りをしたぐらいの年齢。仲間入り、中学1年。え、中学1年で剣握っちゃう。でも昔のファンタジーの時代とかだと、そっか、その頃にはもう一人立ちを、なんかだって16歳ぐらいではもうなんかそろそろ結婚するみたいな。そうだ、なるほどね。なんかその辺をイメージしてもらえれば、結構生意気なんですよね、この子がね。生意気ですか。そうなんだ。なんかでもなんかすごい優しそうな、ね、表情してるんですよ。なんかね、ちょっと反抗的なね、まあ、いわゆるこう熱血的なヒーローっていう感じではないですね、ちょっと優しさが入った、まあ、お母さんがこうローザっていう白魔道士なんで、まあ、そういう血も引き継いでたりするのかなっていう。そういう、じゃあなんか2人なんかその似てるところがあるってことですか。お父さんとお母さんのなんか、あ、こういうこと FF4 の時に言ってたなみたいなのも引き継いでるってことなんですか。そうですね。で、まあ、そこに対してすごくやっぱりヒーローと、ヒロインの息子なんて期待されてるのに対してプレッシャーを感じてる。大変、七光ってやつだ。そうです、七光、七光が2つなんで14光ぐらい。うわ、大変、すごい大変。じゃあそのお父さん行ってみましょうかね。お父さん、セシルですね、はい、まあ、本編の主人公で、まあ、今回ではあの、まあ、バロン国の国王という形で、すごいかっこいい、まあ、序盤出てくるんですが、ある理由で、ちょっと姿を消してしまうんですね。なになに、ある理由、なになに、主人公、元主人公、アフターは、セオドアの立場で、まあ、その父であるセシル国王との再会のお話でもある。もうね、オープニング見たときね、唇青ってなきゃ。青い、なんで青い、お化粧、それとも血色的な血色的な一応あの天野さんのデザインに基づいてリアルにこう指示化したら青くなってしまいました。いや、かっこいいですよ。かっこいいけど、この紫の唇っていうのはすごいこう難しかったんですよね。どうしてもなんか、なんでしょう、まあ、主人公っぽくなくなってしまうっていうか、ちょっとこうなんか女性的な感じに見えてしまうので、確かに確かに、ジュリーとかユダとか言われてます。どうしても似ちゃうんですよね。まあ、そこをこうなるべく似ないように、メージが被らないようにちょっとするのが大変でしたね。じゃあその奥様行ってみましょうかね。はい、奥様ローザですね。はい、あの本編の時は、あのもうちょっと露出もあって若かったんですけど、落ち着きましたね。まあ、まあ王妃ですから、あの落ち着いちゃったな。お妃様ですから、神々しいですね、やっぱり。で、母でもある。いや、子供が、大きな子供がいるとは思えない。思えない。人妻とは思えない。マントがちょっとハートの形してるので、ちょっと可愛い。可愛い感じはあります。皆さんよく見てください。マントが、ね、ハートがひっくり返したり感じになってますね。じゃあそのごめん、コメント拾っちゃったよ。あ、
あ、なるほど。あ、でも、なんか今、その隠してるのに、確かにセクシーだなと思いますね。うん。なんかその、大人の魅力を感じる。うん、佇まい。佇まい。うん、じゃ結構人数いるんで、ちょっと行ってみましょうか。はい、次、カイン行ってみましょうね。さあ、来ました。はい。まあ、ある意味こう、FF4 の裏主人公とも言えるね、カイン。全然顔見えないんですけど。そうですね。あの、そこがまたちょっとこう、ミステリアスな。なんで、なんで？いいんだよ、カインだから。なんでなんでいいんでしょう。え、なんかそんな感じの方が良くないですか。あ、報われない男の方が。そうあ、なんか報われないお話だったんですか。あの本編では、まあ、セシルの親友でありライバルであり、うん、そのローザを二人とも愛して。なにそれ素敵なんだけど。三角関係。うわー、そんな方が基本かわいそうな方の人。あ、そうなんだ。あ、だからなんかちょっと影があるというか、そうやさぐれちゃってるというか。なるほどね、はい、だ装備が尖ってるもん。トゲトゲしい、すごい。トゲトゲしい。この続編、まあオリジナルの FF4 の本編の時は、うんうん、修行のためにこう姿を消して終わっちゃうんですよ、うん、で今回続編で出てくるの、復活すると。そうなんだ。出てきますね。どんな登場するのか楽しみ。それはね、ちょっとお楽しみと。はい、はい、ではファンも結構多いんじゃないでしょうか。次リディア行ってみましょうか。はい、リディア。ちょっとこれキュッと。いやリディア育ちましたね。この子も、本編の FF4 の時は、最初子供なんですけれども、うん、本編の中で、うん、あの幻獣界というちょっと人間界とは違う、うん、魔物たちの世界で時間の流れが違うので、うん、ちょっと成長してしまって現代に帰ってくると。あら、だからすごいちょっと大人っぽいんですね。そうですね。いろんな、こう幼女が好きな人、ちょっと中間が好きな人、こう育った大人の魅力が好きな人、うん、全部入りみたいな。全部のファンを、ね、なんかいい女になったなみたいな感じ。そうなんだ。では次、続きましてエッジです。はい、まあ、忍者キャラですね。すごいかっこいい。かっこいいですよね、エッジ。彼も本編の時は割と若くてこう無茶なキャラクター、無鉄砲なキャラだったんですけど、アフターイヤーズでは、まあ、あの彼も、エブラーナという国の王様を受け継いでいるので、うん、割とこうちょっと渋くなった、落ち着きを持った形で。あ、ちゃんと王様なんですね。そうです。まあ、国民とか、部下思いの、大人という形で。なんかでも顔隠してるとよくわかんないじゃないですか、心情が。心情が隠してるからかっこいい。あ、そういうことか。隠すな、みんな。この方は結構割とチャラいような一面があって。そうですね。しますよね。うんうん。え、じゃあ、チャラくなくなったんですか。まあ、要素としては多分あるんでしょうけど、うん、まあ、やはり王様としての威厳がすごい出てきたんだなっていうような感じですね。うん、はい、続きまして、はい、パルムです、はい、かわいい。双子の魔導士。覗いたらお見えそう。彼は男の子。男の子。あれ、うそ、ゲームやってるとこんな豆の意味してましたっけ。結構アフターイヤーズのゲーム中ではだいぶこうひねくれた、うん、あのだいぶ拗ねたキャラクター。全然想像できないですね。そのひねた顔が良かったです。すごくひねた顔すごく良かったです。なんかこうツンデレを、ま、は任せろみたいな感じの顔になりました。ツンデレなんだ。なんかそんな感じがしました。あのもう早く大人になりたくてしょうがなくて、うん、こうイライラしてる感じです。なるほどね。そういうのいいね。そういうお年頃。ちょっと頑張って、うんうん、頑張ってるけど空回りしてるような感じのがすごく。で、その、はい、兄弟の双子のフォロムですね。はい、双子です。双子、子供時代はすごい似てた。そう、どっちがどっちか分かんないぐらいな感じだったんだけど、育って、まあ、それぞれお互いの意思が服装にも現れてる。あ、なるほど、うん、でも可愛い。で、彼女は、まあ、あのパロムの方が、うん、まあ、ミシディアという魔法の国に住んでるんですけど、うん、そこを出て独り立ちしたくてしょうがない。え、双子なのに。そういうの。でもその、まあ、その成長も認めなければいけないし、寂しいしという結構非常に複雑な、うん、立場なんです。すごい可愛く育ちましたね、あの子が。そう、なんか幼稚園だった子が中学生になったみたいな、こう気になる、そんな感じが。おいっ子とかめいっ子が大きくなったみたいな。すごい、そんな心情になりますね。スーファミの頃から見てると。ありがとうございます。はい、じゃあ最後になりましたけれども、ん、これはこれは謎の男です、ね、質問、ま、名前はなんで謎の男なんで謎の男にしておいた方がお話が面白くなるから。あー、そういうクリ
クリエイター的な。クリエイター的 な, 的な。そうですね。いやね、この誰なんだ、わかんない、横ね、誰だかわかんないの。あのね、ちょっとね、プレイしたんだけどね、うん、あの、なんかドツボにハマったみたいで、ネタバレしちゃう、ネタバレしちゃう。どういうドツボ。誰。いや、私、この人カインだと思ってたの途中まで、うん、でもなんか、でも顔見る感じだと違うそうだよ。なんかね、ちょっとごめん、ネタバレかもしれないんだけど、うん、うん、あの、なんかカインだと思う、本人だと思ってずっとプレイしてて、うん、途中で違うっぽいことを言ってしまうから、うん、あれ、いやでもあれって言ったらフフフって笑ってたんですよ。なになに。あ、ミスリードなんだやっぱり。あ、なんか専門用語出た。あ、ごめんなさい。ついついカインだと思わせるためのなんかなのかな。まあそこも含めて、ね、最後までじっくりやらないとなっていう感じがしました。だからさ、その男ですね。そうか、そういう楽しみ方だ。もうみんなも誰だろう、あれだろう、これだろうみたいな、うん、そんな感じになってますけど、いいんです、そこがいいんです。みんなもハマっちゃったなみたいな感じですね、ということは。はい、うん、で、あの、聞いたところによりますとですね、うん、あの、フォード共通のマップ、ダンジョン、モンスターが、あの、出てくるって聞いたんですけど。そうですね、舞台は基本的に、あの、うん、同じなので、うんうん、まあ、同じマップなんですけども、まあ、グラフィックはオリジナルからパワーし、うん、特にモンスターとかはね、かなり解像度が上がってくるんで、かなりリッチな書き込みで、うんうん、そうですね、まあ、あの、ドット絵になるんですけれども、うんうん、まあ、かなり書き込んでますんで、うんうん、すごい細かいところまで見えてたりもするんですよね。だからネットの書き込みでゾンビの腹筋がすげえとか。マジですか。あ、でも大量に出てくる、もう一回見とこう。ここをね、わーっと出てきたところの腹やばいんですね。見ときます。ゾンビなのに腹筋すごいって、すごいね。だ、すごい腹筋持ってる人がゾンビになったって。でもほら、言ってもゾンビじゃないですか。なんかドロドロしてそうなイメージなのに、やっぱその戦いに出るぐらいだから。まあ筋肉は、筋肉があるんだ。なるほどね。そうなのかな。あとなんか4からの変更点があるとも聞いたんですけど、どこが変わったんですか。うん、ちょっと一番今回、あの、ユーザーさんの感想を昨日から見させていただいてるんですけども、はいはいはい、その中でも一番好評いただいてるのがオートバトル。すごいテンポがいいと。オートバトルね、昨日気づいて、いや、ちょっと前からやってたんですけどね、こっそり、うん、昨日の夜中に気がついて、すごい早いんですよ。ピッとブワーッと。オートバトルないとどれぐらい違うもの。何倍だろう、5、6倍ぐらい違うっていう。もっとかもしれない。早送りしてるような感じでバトルが進んじゃうので、あ、じゃあサクサク進められるんですね。進められます。え、ボス戦もオートバトルでいけるか。いや、ボス戦は怖いからやんないけど、まあ、あの、やりたければぜひみたいな。何その、ちょっとニヤリみたいな。オートバトルオンリーで。オートバトルっていうのは縛り、基本的に、あの、戦うコマンドをずっと選択し続けるからってことだよね。前にやったコマンドがそのまま活かされる。あ、前にやったコマンドなんですね。そうなんですね。あ、じゃあなんかそこになんかそのケアルとか入れとけば、戦うケアルとかもできる。どんだけ自分大事みたいな。まあまあやっとけば。あ、ちょっと面白い。どんだけ自分大事、今度やってみる。だってほら、なんかね、パタってなりたくないじゃん、やっぱ。まあ、うん、うん、まあ、あと難易度もですね、オリジナルに比べると、まあ、今回は割と遊びやすくプレイして、できるようにしてた。そうですね、はい、まあ、たくさん入ってるし、やりやすい感じになってるってことですかね。まあ、あと、まあ、いろいろこう、まあ、改めて、まあ、あの、もう一度 FF4 とジャフターを、まあ、やると、この辺りは調整した方がいいかなっていうような部分は、あの、ちゃんと今回遊びやすくするように、まあ、調整は入れるようにしてますね。